川理恵さん、高田、やっぱジャパンです。はい、ということでね、始まりましたやっぱジャパンチャンネルですけども、今日はね、タイのね、渡航情報を最初ね、お送りしていきたいと思いますが、まずね、その前にゲストお呼びしたいと思います。安田さん。はい、ということでね、安田さんにお越しいただきましたけれども、今日はね、タイの、ね、最新情報を、ね、お届けしていきたいと思いますが、まず前半はこちらのね、やっぱジャパンチャンネル、そして、後半はですね、ブルックスアンジャパンチャンネルですね、こちらのリンク貼っておきますので、後半はこちらの方をご覧いただければというふうに思います。ということでね、7月入りましたけれども、最新情報ということですか、いつものごとく、はい、はい、まずはレートからね、はい、行きたいんですけど、あのね、まずはね、何を言おうかと、はい、今日撮ってる日にちが7月の3日ですかね、なんですけど、はい、僕ね、20年弱ぐらいタイに関わってて、はい、今日が一番レートが悪い。やりましたやりましたということで、実は前回撮ったのが6月の、ね、中頃中旬、はい、ちょっと前、10日前後だったんですけど、その時が実は2330バーツだったんですよ、はい、2330、結構もう低くなってたけど、もう2300前半でも買い時だよねって言ったんですが、あの2330バーツを頭にもう下がり続けます、はい、もう一方もう一方ずっとこうなりながらずっと下がってって、今日がスーパーイッチさんのレートで2265です、はい、すごいっすね。ついに1バーツが 4.4 を超えました。怪しいというか、このタイ経済の強さなのか、それとも日本では、日本円が、まあ、弱いですね、本当に。観光客の方々もね、結構悲しい顔してるかもしれませんが、ね、多分ね、観光客の方より住んでる方の方が結構、まあそうですね、やっぱりその勝手が分かってる分、そうですよね。あとお仕事でね、どうしても日本円をタイバーツに変えなきゃいけないお仕事の方とか、まあね、日本のものタイに売ってる方はすごいいいんですよ。はい、そうです ね、輸出してるのはやっぱり本当に好調でしょうね。その逆はもう本当もう首がっていう感じで、あとはあれですよね、タイ人で旅行に行くよとか。そうですね。これは本当に美味しいですよ、ね。本当美味しい。今ね、本当にまた、あの、今回もね、あの、多分飛行機乗ってね、今月安田さんもたくさん、そうですね。行きたいとか。3回ですから、ね。そうそうと、僕もね、しましたけど、タイ人多いですよ。多いですよね。多いです、多いです。しかもお土産いっぱい買って帰る。そう、そんな感じでしたね。僕もやっぱり、あの、空港で帰るときにタイで買うと、高いんで、はい、日本の空港で買っちゃって、はいはい、頼まれた化粧品で買える。なるほどですね。で、今回の成田だったんですけど、はいはい、出国した時の日本の空港で買った方がブランド品もそうですよ、絶対安い。あ、やっぱ安いんですね。絶対安いです。僕なんか結構ですね、いろんな方にお話やっぱ聞くんですけど、うん、聞くと、はい、やっぱり出国終わった後の、うん、日本でも買っていくみたいですよ。で、なんかもう予約して買っていく人、そうなんですね。日本の中で免税店で買う、そうなんですか。あ、そうですね、出国した後の中に入ってる免税店で買った方がやっぱり安いんですね。僕あんまり買わないから。あとは出国してタイについてタイでも買える、買えますね。でもタイで買っちゃうとやっぱレートで損する、やっぱそういうことなんですね。あとなんかこれ最新情報なんですけど、見ましたけど、そのタイに着いたところの免税店が閉鎖するって、え、そうなんですね、っていうニュースが多分先月末、ここ数日の中で多分出てたと思いますけれど、やっぱりそこで免税店があることで、そこで買ったら税金取れないわけ。あ、そうすると、はい、その分だけな、あの、あ、タイの中でのナイズがね、減るっていうんですよ。だからそういうことで、そのタイの中での着いたところでの免税店もこれなくすっていうのが一応最新情報で、だからそういうのが検討されていると。あ、すごいっすね、はい、こういうなんかいろんな影響あるんですね。あるんですよね。本当に日本円の安さは本当困っちゃって、僕もあの月曜日にあの、はい、オーリッチですか、はいはい、スーパーリッチみたいな、はいはい、そこでやっぱ買えたんですけど、やっぱり安っですね。で、今日なんかね、今日とか、そうですか。それ今日ですか。ちょっと待って、月曜日です。月曜日、まあ全然いい方だと思いますよ。そうですね。でも、はい、今思うと買いといて本当によかったなって、なんか思いますね。これあの多分クリップですね。あの皆さんこう。1ヶ月ごとにこの撮ってるのに戻っていっていただくと、そうですね、2500円ぐらいからですね、ダダダダダって毎回毎回落ちていってるというのが分かると思いますね。この流れでいくと来月は2200の中旬から、そうですね、半年にかかるんじゃないかなというね、このままいっちゃうとね、そんな形になると思いますので、本当に日本の将来を憂いますよ、本当ですね。大丈夫だね、やっぱりね、こう、それもやっぱその
考え方一つでですね、はい、僕もこうタイに結構長くいる中で考えてると、はい、でもやっぱり日本にとっては物をね海外に売りやすい、あ、そうですね、すごい追い風、輸出ができるみたいな、すごい追い風なわけじゃないですか、はい、そういう意味では外に向けてのビジネスをどんなものがね立ち上げられるのかっていうことをリサーチをしていくと、それはそれでありなのかななんていうふうに思って、特に今日本でのこうなんていうんですかね、中古品とか、はい、タイですごい売れてるっていうのを僕も見ていて、そうするとやっぱりね日本のものが安く手に入るっていうのもありますから、いろんなビジネスが日本からも生まれていくんじゃないかなっていうふうに思います。でそういった視点でいくと、はい、ただ旅行だけじゃなくて、そうですね、はい、面白い部分もあるんじゃないかな、はい、まあ、そういうのをこう模索するっていうのもありですよね、はい、それとですね、はい、ビザの問題ね、先月もビザのことが出たじゃないですか、そうです、ね、で今何日間どうなのかっていうことがあって、ね、実際この7月どうなってるのかっていうこと、はい、それに関しての最新はですね、はい、古草ジャパンチャンネルの方で後半でやりますので、ちょっとビザの問題ね、60日伸びた問題どうなってるの、そうですね、ホットなニュースです、ね、はい、お伝えしますのでよろしくお願いします。よかったという方はね、ぜひ高評価、いいねの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。時間クリップかなんだか、さわないか、バイバーイ。